なのは G? え G? ブーほら G? ブー D? ジブリジブリで結局柳さんの好きなお姉ちゃんの好きなものはさんの好きな女の子が好きな映画は G? G? ジブリいい女、いい女つけんで金持ってっからやっぱすげえな金持ってっから金持ってんねジブリやんねえのかい木曜ジャンク木曜ジャンクおぎやはぎのメガネディねえ、俺の彼女の好きな映画は、はい、え、G? はい、うんジェー？おう。うぅ？おう。ジェーブ？おう。ほら、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 リーチブリなんじゃん。俺だろ？何？この写真見てさ、で、この間のラジオとかでも全然もう答えてくんなかったからさ、ほんと一つだけちょっと聞きたいことがあるんだけども、まあ、あの、ほら、前にこのクロアチア旅行行ったってことになったでしょ？うん。ね？うん、で、ほら、そのクロアチアに行った理由が、ジブリ、うん、ね、映画、モデルだったっつってさ、うん、それがなんかいいっつって魔女の宅急便魔女宅急便だっけいや別に魔女さ俺ジブリが嫌いじゃんでそこでなんかほらそういう話になってるじゃん一人旅なのに、うん、そんなジブリのね作品のね、うん、そんなモデルになった場所に行くってのはおかしい、うん、では女とじゃないかって話になったでしょ、うんうん、でも違うと、うん、でも俺いや一人で行くわけない、うん、ってことは、うんこれがもしそのフライデーさんがそのほらクロアチア旅行一緒に行った女性だとしたら、うん、この人がジブリ好きなんだよね、うん、まあそれはいいんだよねジブリが、まあ、その推理だけどねうんいや、うん、そこを教えてほしいの本当にえそこを教えてほしいのこの彼女がジブリ好きなのいやそこいや本当にいやそれどなんでそのほらその場所に行ってるわけじゃないその作品モデルになった場所をで矢作は好きじゃないじゃないじゃあなんでクロアチアなのかとだろ、うん、この彼女が好きなんじゃないかと俺は思ってんだよね。そこだけは絶対聞きたいのよ。うん、どうなのこの彼女ジブリ好きなのいや、そこどうでもいいんじゃないのそこ。いや、いいの。いや、全然もう、だからそこはちょっと、もう大丈夫。もう全然言っていいから。うん、違う違う。それは全然どっちでもいい。いや、いいのよ。だって人それぞれそんな趣味とかあんだからさ、好みとかもさ。うん。だって俺だってデビッド・リンチとか好きだからね、そういう映画。ずるいじゃん、自分だけデビッド・リンチ。これ好きなんだけど。人のことジブリ好きって自分がデビッド・リンチ好きってずるいじゃん。別におかしくないでしょ。ずるいじゃん。いや、いいでしょ。いや、だからそこ、だから俺はそうなんだけど、うん、彼女は何どうなのいや、好きじゃないんじゃないえいやいや、いいんだよ、別にそこは。好きなんでしょ、そこ。好きじゃない。それだけ聞きたいんだって、俺、本当に。いや、だからなんでそれ聞きたいのか分かんないんだよ。俺、それだけ本当に聞きたいの。このお姉ちゃん、何好きなの、はい、いや、だから、なんでそこ聞きたいのいやいや、気になってしょうがない。それずっと気になって。関係ないでしょ。クロアチアに行ってんだから。そういうことでしょ。いや違う、知らないよ、そんなの。うん。ね、うん、俺はデビッド・リンチが好きなの。ね。でも、彼女は何が好きなのいや、知らない。全然好きじゃないんじゃない何も。いや、そんなことないでしょ、だって、うん。いいんだよ、別にそんなの。何が別に好きとか、恥ずかしいことないんだから。なんでそんなこと聞きたいの普通。そこだけ聞きたいんだ、俺は。いや、それだけ確認したいんだ、俺、それだけが。違う、これ、こことの関係を聞いてくんだったらわかるけど、それ意味わかんないじゃん。ジブリ好きかどうか聞きたい。いや、この一緒に行った子が、そのほら、ジブリ好きなのかを聞きたい。いや、好きじゃないんじゃないじゃあ、なんで行ったの、そのクロアチアに。だから、知らなかったから、その、魔女の宅急便のモデルになったとか。いや、もう結構行く前からそんなこと言ってなかったっけもう。いや、だそれは行くときに初めて、その、うん、分かっただけだから。うん。なんか、ガイドブックとか見てたら、うん。じゃあ、ガイドブックやな。見て。ガイドブックには載ってなかったんだ。うん。なんか、人にクロアチア今度行こうと思ってんだって言ったら、たまたまそのジブリ好きの人がそういう風に言っただけ。うん、ジブリ好きが、うん。ああ、そこって、なんか魔女の宅急便の、うん、モデルになった街ですよねみたいなこと言われてそれで初めて知っただけだからでもうそこだと、うん、なってうんああうんいいよいいだからいいじゃあさそのさいやいいよまあじゃあそこはもうしょうがないよもうそこは、うん、もう俺が変にそのデビッド・リンチ好きだってしちゃったのが言いづらくしちゃったんだろうと思うんだけど自分だけすげえセンスいいみたいな感じすんのいや申し訳そこは確かにそうなっちゃうのもわかる、うん、ね、うん、でもしかしそのお姉ちゃんですよこのうん、この髪型ね、ショートカット。おう、うん。これがですね、調べたところによりますと、うん、
この髪型がね、うん、ある方にそっくりなのね、これ色々見たら、まあ、分かったんだけどさ、うんうんうん、その方とはジブリ作品の魔女の宅急便の主人公キキとそっくりなんですよ。キキの髪型なんですよ、これ実はこの子の写真のこのこれ俺今までキキと同じ髪型じゃん、これこれはもうやばいね、これね、ね、ってことはそのお姉ちゃんの好きなのは何ってことは何、いや、このキキそっくりの髪型にしてるこのお姉ちゃん、ああお姉ちゃんの好きな映画は何?G? え ?G? G? ブーほら G? ブーほらほらキキそっくりのこの子の好きな映画は G? ブー G? ブーほいはいリリーほらほらリージブジブジブえジブリリリリリ言っちゃって全部お前が言ってるだけ全然言わねえんだ全然言わないんだもんここまで言って言わない人いないよ今までちょっと初めてだ俺ここで全部言っちゃうやつって絶対その前に言うんだから知らねえ初めてだよ言っちゃうのなんだよ何が好きなのいやだからジブリでしょジブリえキキそっくりなんだよこの彼女の髪型が1年前と今回のってことは何なのよいやだから何を言わしたいの俺にいやだから好きな映画よ、うんうん、が、うん、ねジ、うん、ほらほらジジいや違うほら好きな映画ジブーほらジーブージーブーリーリージブリージブリーやっちゃった言っちゃうんだよ俺我慢できないよ違うよもうなんだよもうで結局矢作さんの好きなお姉ちゃんの好きなものはジー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 ブーブージーブージーブージーブーリー言っちゃうんだよ何言っちゃうんだよ言っちゃうな言っちゃうんだよ俺やっぱジーブーまで言ったらリー言っちゃうねこれね言っちゃうんだよ違うんだよ俺難しいね小木さんこれね難しかったこれ本当難しかったブーまで言ったら終わりだ ねそうブーまで言ったら終わりもう終わっちゃうブーまで言ったら説明してあげておいや全然聞いてくんねえの俺の話をちょっと待ってえこれえラジオこれラジオだラジオだよ本当違うんで俺このブースの外にいたと思ったら中に入ってんじゃない俺うまいよね中に入れんのが本当矢作さんはブースの中に入れんのが本当うまい簡単に入ってきたわいつだってそうだよ呼んだら簡単に入ってきたわで矢作さんの好きな女の子が好きな映画は G?ジブリー早めに言っちゃう結構早めに言っちゃう早いから早いよ歌えた方や二人早いな俺すぐ言っちゃうわなんで変わってんだよザキヤマからつかっちゃんになんでつかっちゃんに変わったのヒットパレードみたいなのねえ触りやすいジブリ有効なんじゃねえんだよ俺なんなのいや、すごいね、でもね。いや、すごい。トライさんね、矢作さんね。トライさんだなぁ。これ見た、この記事。見た、見た、見たよ。すごいじゃん、これ。うわ、エロいなぁ。エロいよね。結構ね。ねぇ、うん。いや、ちゃんと芸能人だね。芸能人だよ。うわぁ、いいなぁ、こんな感じ。いい女だよね。いい女、いい女つけんで金持ってっから、やっぱすげぇなぁ。金持ってっから。金持ってんだよ。ジブリやんねえのかいあ、すいません。ジブリやるのかと思って待ってたらやんねえのかいすいません。そういうとこだよ。ああ。ねえ、はい。そういうとこでしょ。はい。ねえ。そういうとこ。あ、ジブリがあったんですね。何のために交代してんだよ。だいたい俺がジブリやんねえのかって突っ込む俺の身にもなってくれ。好きだったんですね、ジブリ。そうだろ待ってたんだ。待ってたんだ。春
ね、そうだよ、みんながジーン、うん、ジーンって言うから、この角ちゃんがやってくるのかなと思って、はい、待ってたら全然やんねえの、うん、すいません、点で忘れてました、すいません、なんなんだよ、みんな交代したら最初そこから入ったろよ、入ってたですね、結局、矢作さんの好きな、はい、女の好きな映画はジーン、うん、ジーンってやってたじゃん、みんな。リマでやってました。矢作さんが自らレクチャーしてる。何なんだよ、これ、ね。待ってたんですよ。何のために入ってきたんだよ。そう、どうしたの、すいません、どうやればいいんですか、どうしてもいいんですか、結局、ね、今回は。結局、俺の、はい、ね、俺の彼女の、はいはい、好きな映画は、はい、え、ジー、はい、ジーおう、うぅ、ジーブ、ほら、ブー、ジーブ、ほらほら、ほら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 リーブ、ジーブになるじゃん、これだろ、ジーブになるじゃん、なってるんですね、これだよ、これ、これ結果そうなの、結果そういうことなの、行ったんですね、旅行にね。矢作さんは、ね、女の人と行ったんですね。ね、楽しかったんですね。どういうつもり？うわー、いいなー、行ったんですね。やっぱなんかクロアチア行ったって言って。いや、いいとこ行って、やっぱ、楽しかったんですか？うん。楽しかったんですか？いいなぁ、ジブリやれよ、ジブリだった、ジブリやれよ、今回もジブリやった何で楽しかったんですねってやつ何なの、ちょっと難しい、どうやったんだね、そうですよ、やり方が分かんないそういうのやる、企業じゃないか、分からないんですよ、企業じゃないか、何のために入ってきたわけ、なんで入ってきたの